タイベック製の化学防護服建設中のビルタイベックとは化学系複合企業デュポンが開発した高密度ポリエチレン繊維不織布でありその登録商標である用途として化学防護服屋内の湿度を屋外に逃がし雨などの水を防ぐ壁材である透湿防水シートのほか、アメリカ合衆国郵便公社の速達封筒衣類合成紙化学医療 農業分野など多様な使われ方をされている。1955年にデュポンの布分野の会社ジム・ホワイトによって発明された。その発見から1年以内に特許が取得され、その後の数年間は性質と生産のための研究が行われた。1965年に商標登録され、1967年4月に商業展開するようになった。 紙のように印刷可能だが、紙と共にリサイクルすることはできない。リサイクルする場合は、プラスチックとして扱われる。化学薬品や、ウイルスや、汚染血液などに対して特に防護力を持ち、耐久性と洗浄性も高い。医療関係の滅菌処理で使われる、ガンマ線照者や酸化エチレンガスなどにも耐える。クリーニングには、温水。 中性の食器用洗剤、柔らかいブラシを使用して、外面の汚れを取り除くこと。消毒に関するアメリカ疾病予防管理センターのガイドラインに従って、希釈された家庭用漂白剤70%以上のアルコールを含むアルコール溶液及び米国環境保護庁に登録している一般的な家庭用除菌洗浄剤がタイベック外面の消毒に効果的である。 EPA 登録抗菌製品でアメリカ科学工業協会が新型コロナウイルスに効果があるとしているリストの中の希釈した過酸化水素加持ア塩素酸ナトリウムを使用したものが外面の消毒に使用可能である。使用には製品の説明や抗菌製品の製造をもとに従って使用すること。衣類をきれいな真水で十分にすすぎ乾かしてください。ありがとうございます。